のじゃん、皆さんこんにちは。今日の電気オフ始めます。今日はですね、なんとスペシャルゲストのですね、国民民主党の玉木雄一郎先生に対談をお願いすることができました。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ということでですね、はい、まさにもうエネルギーのことなら玉木さんということで、今日は気合い入れてきました。そして奈良ちゃんうちをですね、はい、ぜひこちらに飾っていただけると嬉しいです。はい、ちゃんと電気新聞のね、はい、記事も書いておりますので、はい、これさ、これだけ見るとなんかアイドルのうちわなんだけど、後ろがさ、業界紙の電気新聞になってるはい、そうなんですね。すごいね。はい、ということで省エネに夏使っていただけるので、はい、はい、使っていただければと思います。いい、ね、すごいね、これ、これ、あの、欲しい人、あの、また、あれ、抽選しようかな。伊藤奈々ファンが増えるんじゃないの。あ、嬉しいですね、はい、ね。このうちはちなみにですね、あの、私のサイトでも売っているので。あ、そうなんだ。そうなんです、はい。なるほど。ぜひね、お買い求めいただけると嬉しいです。はい、在庫がたくさんあるんですね。これちなみに、あの、うちは一ついくら?450円です。結構いいねなので、はい、まあ、電気信号載ってるしね。はい、そうですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、はい、すごい一番いいコメントいただきましたね、はい、今までの中で、はい、はい、ということで、なんと玉木先生、はい、もうエネルギーと日本の経済成長についてのプロということで、はい、いろいろお聞きしたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまず早速なんですけれども、はい、うん、エネルギー戦略についてお伺いしたいなと思ってまして、はい、はい、まず原子力も、うん、まあ、再稼働必要とか、はい、あとガソリン税を安くするとか、うん、っていうことがあると思うんですけれども、はい、今の日本の電気代水準とか、うん、ガソリン代水準についてどう考えられてますか。うん、高いっていうことです。あ、そうですね。まあ、日本の場合国内から石油とか天然ガスが出ないので基本的に輸入に頼ってると、はい、で、ただまあいわゆるまあ国産のエネルギー、純国産というエネルギーは2つしかなくて、はい、まあ、再生可能エネルギー、まあ、プラスまあ水力と、あとは純国産といわれる原子力と、うん、まあ、この3つを合わせてエネルギーの国内自給率っていうのは大体 12% 台しかない、はい、で残りじゃあ8割ぐらい何してるかっていうと、基本的にはもう海外からまあ化石燃料を輸入して、まあ、具体的に言うと原油と天然ガスですね、はい、これを輸入して、それでほとんど、まあ、今だとまあ火力に頼ってやってるというのがまあ現状、はい、で、まあ、その結果ですね、国際的な影響を受けやすいし、まあ、今回そのロシアがウクライナに侵攻したとかね、ガザとイスラエルの争いがあるとな、いろんなことがあると、はい、やっぱりその価格が乱高下するし、まあ、円安もあったりすると非常にこう外の影響を受けやすいと、はい、でいざ何かあって止められたらですね、途端にですね干上がってしまうと。もちろん備蓄とかね、いろんなことがありますけど、はい、そういうまず基本的にこう脆弱な状況にあるという中で、はい、やっぱり輸入に頼っていく。例えば LNG なんかは、はい、今はもう LNG ってこうリキッドナチュラルガスということで、液化天然ガスっていうことでやってますけど、はい、あれ最初にですね、あの技術を作ったのは日本なんですけど、はい、その元々天然ガスのものを温度下げて液体にして、で長いところを運んできてまた戻してガスにしてなんていう、こんな非効率で高いことをね、はい、コストがかかることをやるのはバカじゃないかって最初言われてたんですよ。あ、そうなんですね。一番最初ね。ただまあ日本はなかなかね、そういう化石燃料がないということと、はい、あとまあカーボンニュートラルとか言われて、比較的まあCO2 の排出が少ないとされる、まあ、LNG とかが重要だということで今はもう定着してますけども、やっぱ高コスト構造に輸入に頼っている例に、まあ、なりがちだと、はい、いうことなので、まあ、いろんなね物の値段が高くついていることの原因になっていると。あ、で一番何が私が今問題だと思っている、そういうのがこう高いので、はい、本来ならそのお金を払わなければその分従業員にお給料で払ってあげられるものを削らざるを得なくなって、日本の給料が上がらないことの原因の一つになる。あ、すごいですね、はい、エネルギーからもうそこまで悪影響になってるんですね。でもね、本当そうで、電力の安定供給がなければ賃上げはないと、うんうんうん、いうことをもう端的に言っていて、はい、で例えば、まあ、原子力発電は逆に言うと、じゃあ動けばですね、電力電気代はやっぱり下がる。例えば関西電力とか九州電力管内は他の地域に比べて今電気代が安いのは、これ明らかに安定的に原発が動いてるからなんですね。はい、そうですね、うん、はい、
はい、だからそういうことも含めてまずは安くて、はい、安定的に電力を供給する体制を作っていくことが国の発展や経済成長にも不可欠だというのが、はい、私たちの考え方思ってらっしゃることですね、はいはい。まあ、本当に電気代が高いってだけじゃなくて物が高いにつながってつながるんです。で経費も高いだからお給料も少ないっていうもう本当に全部悪循環になっていっちゃうってことなんですね、はい、ありがとうございます、はい、で今その原子力の話もありました、はい、で九州関西動いていますということなんですけれども今後、まあ、日本でもいろいろね東側も動いていかないといけないと思いますが、はいはい、結構審査とかに時間がかかってしまう、うん、そうですね、っていう現状があると思うんですね。で書類なんかもうこんな分厚いのがもう10万枚とかっていうレベルで来るっていうことなんですけども、なんかその辺で改善してった方がいいこととかってありますかね、はい、私は初当選したの2009年で、はい、国会議員としては1期生の時に東日本大震災を経験したんですね。そうなんですね。で、いわゆる 3.11 の、うん、福島第一原発の核事故というのも体験したので、やはりその原発の安全性ということに対して国民の皆さんが今でも不安を感じていたりとかですね、いろんな思いをお持ちになっていることはもうよく理解します、はい、ただ一方で、それを乗り越えてですね、反省のもとに津波対策であったり地震対策をしっかり施しながら、やはりその原発によるですね、電力の安価で安定的かつ良質な電力供給ということはやっぱり両立させていかないといけないし不可欠だということで、この間進めてきたので、はい、電力の安定供給ということを考えるとですね、やっぱり原発については少なくとも今ある原発についてはこう使わない手はないと思ってますから、新しいですね、世界一厳しいとされる規制基準をきちんと満たすってことを前提に、再稼働をですね、地元の皆さんの理解を得ながらしっかりしていくということが大きな方向性としては必要だと思ってます。はい、はい、分かりました、ありがとうございます、はい、本当に今エネルギーね、日本も今後電化も進んでいろいろ産業もね、データセンターなんかもできるともっと必要になると思うんですけど、再稼働必要、こういった状況をまず国民の方があんまり知らないのかなって思うんですね、エネルギーを輸入に頼ってるよとかいうこともなんかその辺のなんか例えば小学校の中でエネルギーっていう分野をちょっと入れるとか、なんかそういったこととかって、ね、それ大事だと思いますね、はい、あと処理水のね、放出の話の時もそうでしたけど、はい、やっぱりどうしてもこう風評が科学に勝ってしまうってところがあって、はい、やっぱり科学が風評に負けてはならんと思いますから、うんうんうん、やっぱ正しい知識とか、はい、そういったものをね、若い段階からっていうか教育の中でしっかり、教えていく、はい、理解を求めていくってこともすごく大切。なんでかというと自分たちのことなので、はい、だからこう電気とか空気とかってただで何かこう提供されているようなことを思っている人も多いかもしれませんが、これいろんな努力と、はい、そしていろんなですね、そういった困難を乗り越えながら日々こうして安定的に電力が供給されているんだと、はい、本当にその現場で働いている人たちもいてね、うんうんうん、その努力、本当見えない努力で我々が日々快適に暮らすことができているっていうことはどっかで教えた方がいいですよね。そうですね、うん、そういったね、やっぱ裏にはすごい苦労があるっていうこととかね、はい、知っておける機会があるといいなっていうのは思いますね、はい、それであれですよね、はい、電力系 YouTuber として、そうです、伊藤奈々子さん、奈々さんもですね、はい、発信をされてると、そうですね、はい、いうことですよね、皆さんに知ってほしいということで発信をしてます、はい、だからね、私もこの政治系ということ政策系 YouTuber として出してますけど、はい、気をつけてるのはなんか自分がこうだと信じてることを押し付けるような形にならないようにして、できるだけ見てる人に判断してもらう判断材料をできるだけ多くね、はい、提供できればなというふうに思っていて、ただ原発に関してはやっぱり特に意見が分かりやすいんだけど、はい、ただ原発なんですか再生可能エネルギーですかっていう単純な二元論にはしたくなくて、はい、客観的に見るとどっちも足りないんです、うんうん、さっき言ったようにもう7割強が
まあ、輸入の化石燃料に頼る、まあ、火力ということになってますから、まあ、カーボンニュートラルとか考えるとね、再生可能エネルギーやっていかなきゃいけないんですけど、やっぱり原発もあるいはそれに代わる新しいですね、電力ということも考えていくってことが大事だと思いますね。はい、ありがとうございます、はいはい、まさにもういろんなこと総合的に考えなきゃいけないかなって思うんですけれども、今結構エネルギーってその職に就いてる人も人材不足っていうのもあったり、はいはいはい、世間的な興味があんま高くないのかなって思うんですね、うん、なんかそこについてもっと興味を持ってもらえるようにとかってどうしたらいいと思いますか？いや本当これはね、まあ、政治もちゃんと発信しなきゃいけないなと思いますね、うんうんうん、はい、まあ、多分今電力会社とかそれから送配電会社とかいろんなところに就職するのは、まあ、例えば工業高校だったり高専だったり、まあ、大学出てからも行く人いますけど、まあ、そういうちょっとその就職の時に、まあ、いや電力会社安定してるよとか、あ、はい、そういう中でこういい人をこれまで引き抜いてきたんでしょうけど、そうですね、はい、逆に自由化していろんな形の形態が出てきてるから、その人を獲得するのも非常に難しくなってるし、東日本大震災の時ははっきり言って東京電力からたくさんの人やっぱり辞めましたよね、優秀な人が。そうみたいですね、私知ってる人でも、はい、優秀な人辞めてあの時のソフトバンクに行ったりとか、はい、全く違う業種に行ったりした人も出たので、うんうん、やっぱりこの国にとっても非常に大事な仕事なんだと、うんうん、このインフラの事業って大事なんだということを国もしっかり言いながらですね、はい、優秀な人材を集めていくことが必要だと思いますね。はい、ありがとうございます、はい、で先ほどそのエネルギーはもう給与アップにもつながるっていうお話があったんですけれども、うんうん、その給与アップのために必要なことってエネルギーの他にもどんなことがあると思いますか？経済元気になることですよ、はい、ね、やっぱりあとは、まあ、そのまあ生産性の高いとか付加価値のある産業企業を育てましょうって言うけど、それ結局給料が高いってことなんですよ、うん、はい、うん、だからそのためにはですね、人にできるだけお金が回るように、うんうんうん、他のコストが下がっていく、まあ典型的に言うとエネルギーコストを下げていくっていうことをやっていくってことが大事なのと、あとはやっぱりね、まあ物がたくさん売れるってことですよ。ああ、そうなんですね。やっぱりそう、はい、結局売り上げが立てばその企業も収益が出ますし、はい、元気になるしね、うんうんうん、そしてまた従業員に給料払ってあげられるし、うんうん、給料が増えた従業員はまた消費者として物を買うから、そうですね、また物が売れるようになるので、そういう好循環につなげていくと、はい、いうことがすごく大切なので、はい、我々としてはね、まあ、例えば所得税の減税したり、やっぱり手元にこう特に働く世代の手元にお金がちゃんと残るように、はい、減税をしたり社会保険料負担がね、これ以上上がらないようにしたり、そういう政策はすごく大切だと思って今しっかり推進してます。あ、そうなんですね、はい、なんかやっぱ手元に残るのが多いってことはやっぱ電気代とか経費も少ないし、まあ、所得税も減ったりして、あと教育費用のこともおっしゃってますよね。そうです、教育費用がやっぱ無償になるとだいぶ楽になるっていうこともおっしゃってますよね。手元に残ると思いますけどね、うんうんうん、で物を買えばやっぱ日本も元気になるっていうところでまた好循環が生まれるっていうところなんですかね。はい、そうです、ありがとうございます。はい、はい、教育その無償化ってことなんですけど、はい、今日本ってなんか何ですかね、いろんな産業あると思うんですけど、もっと先を見なきゃいけないこととかもあるかなと思うんですね、うんうんうん、エネルギーに関しても玉木先生洋上原子力とかも配信されてたりしますけれども、ね、そうです、まあ、新しい技術にも積極的に投資したり研究したりするっていうことをやらないと、うん、もうあれがダメこれがダメって言ってるような時代じゃないんですね。で、はい、私はまあたまたま去年ぐらいからですね、洋上原子力発電のことを結構推進していて、去年の11月のですね、スイスのジュネーブで IAEA が主催したんですけども、はい、国際原子力機関が洋上原子力発電フローティングニュークリアパワープランツ NFPPFNPP か、はい、FNPPs っていうことでシンポジウムを開いたんですけど、うん、やっぱりロシアとか韓国、中国、イギリス、こういう国々は研究してるし、もうロシアは商用開始を発電開始をやってるんで、はい、日本もやった方がいいと。なんでかというと、今回の
まあ、志賀原発のね近くでも地震が起こりましたと。でやっぱり地震心配だよねと、はい、津波心配だよねっていうのは当然ですよね、はい、で例えばまあ北海道の泊原発だったらもうその10年ぐらい審査してるし、はい、やっぱりただ13万年前に断層が動いたか地震があったかって調べるにものすごい時間と労力を使ってる、ねはい、ただ今回もじゃあ、まあ、志賀原発はその想定内のガルでしか揺れなかったんですけど、まあ、周辺はですね2000ガル以上で揺れていて、でやっぱり心配なんじゃないのと、やっぱり地下でね直下に動く断層があるんじゃないかとかっていうことを、まあ、調べるのに大変なわけですよ、はい、で結果再稼働が遅れていくんであれば、うん、海に浮かべれば、うんうん、断層を調べる必要ないし、まあ、そうですね、で一定程度沖合に出せば津波の影響もなくなりますから、うんうんうん、でかつ日本は優れた造船技術があるので、はい、その物を浮体式の物を浮かべる技術っていうのはそれこそ今治造船さんとか川崎重工さんとかもいっぱいあるので、まあ、そういう技術も使いながらやっていくというのもね、はい、一つの考えだし、はい、その審査を効率化していくっていう意味でもいいし、かつ、はい、その海外でもやり始めてるので、はい、日本のさっき言った造船技術の組み合わせって輸出にもつながるしね、はい、まあ、様々なイノベーションにもつながるので、うんうんはい、まあ、そういった研究は積極的にやるべきだと思いますね。はい、ありがとうございます、うん、もうまさに日本の活かせる強みを活かして今の課題をもう解決できるような技術をどんどん開発した方がいいってことですね、はい、そうです、はい、やっぱり日本はねもう天然ガスも石油も出ないから、はい、資源がないですからね。人と技術、はい、人と技術、人と技術です。人と技術、はい、はい、人と技術なのでやっぱり教育も大事なんでちゃんと YouTube も見てください。はい、ということで、はい、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。最後ですね、玉木先生に聞きたいことがありまして、はい、私の電気予報士としてはですね、あと10年後電気代って2倍ぐらいになっちゃうんじゃないかなと思ってんです。今のままで、はい、それをしないためにはじゃあどうしたらいいか。っていうところですね。一つはやっぱりね、はい、原発を動かすことなんですよ、うん、これはね、まあ、いろいろそう言うと何でお前原発また推進かって言うんですけど、ただやっぱりそうしないとやっぱ上がってしまうと。でかつですね、これからそのやっぱさっきまたサーバーであるとかデジタル化とかいろんなまあ AI が出てきたりとか、決済手段もずいぶん電子化していくので、まあ、それに伴う実は電気代の消費量っていうのはものすごく増える可能性があるわけですね、はい、だから電力安価で安くて安定的な周波数が安定してかつ安定的に供給される電力がなければそういうところには、ね、産業立地はしないと思うんですよ、はい、そうなると経済の源であるその、ね、そういう産業もないし人も雇えないしということになると、はい、やっぱりさもう辿っていくとねその電力なんていうになってくるわけですね。いうことに行き着きますのでね、はい、今言ったような倍に、はい、需要が倍になったとしても電気代が倍にならないように、ならないようにまさに先を見て必要なですね用意をしていくってことがこれから大事だと思いますので、別に再エネは否定してません。再エネもその火力もですね、あるいはまあ原子力も、まあ、いろんなものを組み合わせながら、まあ、将来的にはその核融合とかですね、まあ、新しいものも含めて研究もしながら、とにかくその停電とかいろいろそういったことが頻発したりですね、あるいはもう電力の安定供給節電要請がもう頻繁に来ると、まあ、そういうところではですね、まあ、ちょっと企業はもう遠慮しますから。そうですね、うん、はい、だからこれ目立たないんですけどとっても大切なのが電力の安定供給ということで、まあ、そういうことをね伊藤直さんのような若い世代の方にも理解いただいて、でみんなでですねこうみんなで考えるということがこの電力の安定供給には不可欠だと思っているので、はい、これからもぜひ頑張っていただきたいな、我々も、はい、頑張ってですね、はい、やっていきたいなと、まあ、広い意味でのだから人づくり教育、そういうことですね、これがですね、はい、やっぱり日本にとっては必要だと思いますね。わ、はい、かりました、はい、ありがとうございます、はいはい、ということでですね、前半は玉木チャンネルの方でも配信しておりますのでぜひ見てください。今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。